UBI の買収話が事実だったようです。UBI ソフトはテンセントとの会社非公開化を検討しているという噂を認めたようだ。先週、ブルームバーグのビニシーちゃん、ドン、カーオ、ブノア、ベルトロは、事情に詳しい関係者の話として、テンセント、ホールディングスとリエモケが、今年、時価総額が半分以上下落したことを受けて、このフランスのビデオゲーム開発会社の買収を含む選択肢を検討している、と主張した。同報道は、中国のハイテク企業と、ギルモ、ブラザーズ社は、UBI ソフトを安定させ、その価値を高める方法を模索するために、顧問らと協議している、と、非公開事項であることを理由に匿名を条件に語った関係者らが付け加えた。関係者らによると、協議されている可能性の一つは、同社を非公開化するために提携することだという。現在、UBI ソフトの広報担当者は、この件が議論されていることを認めたようだ。広報担当者は、VGC に次のように語った。UBI ソフトは、同社をめぐる潜在的な利害関係に関する最近の報道の憶測に注目しています。利害関係者の利益のために、すべての戦略的選択肢を定期的に見直しており、適切な場合には市場に通知します。とのことです。ゲーム業界が直面する変化や不透明さを強く感じます。テンセント、ホールディングスのような巨大なハイテク企業が、長年にわたり家庭用ゲーム市場に影響を与えてきたフランスの UBI の買収を検討しているという話は、業界全体にとって大きなニュースです。UBI ソフトは、ヒット作を多く生み出してきたものの、最近の株価下落により厳しい状況にあるのが現実のようですね。特に、時価総額が半分以上下落、というのは相当な痛手です。そんな中、中国のテック企業が絡むというのも、今後のゲーム業界がどうグローバルに展開されるかを考えさせられます。企業が非公開化する選択肢についても興味深いですね。非公開化は株式市場のプレッシャーから解放される一方で、財務的な自由度が増す可能性もありますが、その後の経営がどうなるかは注目のポイント。結局、今のところ UBI ソフトの広報担当者がはっきりとしたコメントを避けているのも、いろいろな選択肢がテーブルにある。ということを示しているのかもしれません。今後の展開がどうなるか、そしてそれがゲームプレイヤーや開発者たちにどんな影響を与えるのか、非常に興味深いです。それではみんなの反応です。中国の思惑通りだよ、そりゃあやるさ。中国だぞ。テンセントに行ったところで、UBI のシリーズは買わんけどな。それはそれとして、変に中国上げに持ってこうとする人がいるのが気になるな。フランセ君の工作員だろ。ネトウヨ君以外そんなこと言ってる人見ないね。中国企業に売られたら、その有名 IT を使ってさらに日本下げが露骨になったりして。ただ、テンセントが日本下げしない企業かどうかはわからん。UBI 関係のゲームなんでそれでも買わんけどな。不買が加速するだけで草。それより、AC シャドウズを開発中止にする。という言葉を聞きたい。それさえ聞ければ別に潰れろとまでは言わない。スカル&ボーンズ。スター・ウォーズと連続で歴史的大こけをした後の最後の希望であるキラータイトルである朝栗シャドウズの開発中止は実質会社の解散に等しいくらいの影響がありそう。大規模レイオフに加えて数年間 AAA タイトルを作れないレベルのダメージになると思う。元 SB 社員がそうであるように、元 UBI 社員というだけで採用されない時代が来るんじゃない?西洋のゴミと東洋のゴミが手を取るのか、結局中国の陰謀かと思うとなんかちょっと印象変わるかも。その中国の陰謀にホイホイ乗っかったんだから、結局 UBI がバカなんだよ。共産党の傘下に入るというマイナス要素さらにドン。イエローモンキーを迫害しようとしたら裏から操られていましたっていうオチなら本当に DEI はコケにされたってことになるんじゃない？アジア差別した会社がアジアの会社に買収されるのってどんな気持ちかね。それとも中国人は特別白人とか言い出すのかい。名誉白人な W。 もう完全に腐ったものは煮ても焼いても食べられません。やっぱ本当だったか。テンセントなら DEI 社員はオールパージされるんやろな。日本のゲーム会社に潜り込んできそうなのが嫌だな。すでに入り込んでるのもいるのに。テンセントに身売りするとかマジで落ちたな。 DEI が会社の評価を上げると言われ、 DEI を陶酔してた会社の買収先が DEI なんか気にしない企業、国とは皮肉やな。買収するならギルも切り捨てるだろ確実に。無能なトップはいらないからね。DEI 抜きにしてもまともなスタッフ残ってなくて開発力が小中規模スタジオ並みまで落ちてるから立て直すの厳しくないか。もはや公然の秘密だったね。ゲームを政治利用してくるだろうな。結局声が大きいだけの少数呼ばわりしてたゲーマーに潰されてて草。グッバイ UBI。テンセントは日本ネタ使用禁止で。UBI 劇場面白いな目まぐるしく展開するドラマ。視聴者参加型。正義が勝ち進む王道ストーリー。こんなの見たことないよ。最高のエンターテインメント。黒人ゲイさん牧師期待してます。DEI を共振してる会社が、DEI を拒否した会社に買われるんだバンダムはどうすんだ。次の朝栗は近平が主役。これで UBI の経営陣を担当台へ送れる W。目覚めた人たちは他人の話は聞かないからな。破壊しかできない人たちだから、良質なものづくりなんて無理無理。散々アジア人差別ムーブぶちかまして、最後 C 国企業に買われるのってどんな気持ちなんやろね。マジで何したいのかわからん。最初から手のひらの上で踊らされていたとか。一回潰れてくれ。朝栗発売止めないとバッタモン日本がそのままになりそうで嫌だ。ポリコレに目覚めて誠意を捨てたからやぞ。典型的な道化。まあ露骨すぎたからこんなことじゃないかと思ってたよ。テンセントに移っても朝栗シャドウズが発売中止になるわけでもないしむしろ嫌な予感。もう解散なんです。そもそもフランスの国策企業ですらなかったな。最初から中国の企業だったら一連の流れも納得だわ。同性愛表現はなくなるかもしれないけど、結局は白人の食材を強化するような政治的と思ったゲームが増えそう。UBI 売却されてフランス人、すべて追放されたら面白いのに。ポリコレとか DEI とか LGBTQ+ とかをやめれば良いだけの話なのにね。これらを使って乗っ取る。いつもの中国のやり方です。どっぷり肩まで DEI に使っちゃってる社員しか残ってないのに辞めれるわけがないよ。DEI が高まるとどうなるかの良い例になったね。よりによって一番多様性がない国に買われるの笑っちゃう。北国は単に中国国内向けの大衆ドラマオマージュ作品を作りたかっただけだぞ。あれを指針に考えるのはどうかと思う。レインボー6だけカトコンあたりが買ってくれねえかな。株価があからさまですもん。米のストライキも一枚噛んでない。買収しやすい環境づくり。 UBI ってフランス政府がバックアップしてるんじゃなかったっけ。見捨てられたの W。買収完了したらテンセントが速攻背任及び特別背任で訴えてくれんかね。腐ってもたいとは言うが、かなり腐敗が進んでいるようですが。黒神話悟空の件もあるから普通に良い作品作りそうで侮れないんだよね。問題は買収された後よな。UBI がテンセントの子会社になって中国上げのゲームを作るようになるのか。最後に全員が黒人円卓の騎士を作ってほしい。テンセントって買収した後買収企業に大きなことは何もしないんだよね。金出すだけ海外市場では金稼ぐこと以外興味なしみたいな感じ。だからテンセントが関わろうが UBI の企業体質って大きく変わらないと思うよ。開発中そして販売予定していたゴミも世の中に出ることなく終了してくれたらラッキーよ。売却したらテンセントは従業員クビにして DEI も止めるから、社員は今から次の仕事させた方がいい。作品 IP と顧客情報ぐらいしかもう追っ払えるものはねえもんな。似た者同士で相性良いんじゃない。ゴミがまたゴミになるだけだけど。正直テンセントの方がまだマシに見えてしまうくらい UBI は嫌いだし腐ってる。UBI 社員は全捨てしないと変わらないだろうけども。もう UBI 商品を買わないことが確定しました。テンセントに身売りして臓器だけ抜き取られるんだな。川の従業員は捨てて。売れるゲーム、面白いゲームを作るのは嫌なのか。IP 欲しいだけだろうからもう一回暴落させてきそう。まあまだ、関係者の噂程度だからただ。ここまで悪名がついちゃうとどこが買収しても買収先も信じられねえ会社とレッテルは貼られると思うけど。ナポレオンが中国人になる日が近いな。れが本当だとしたら、風雪のルフでめちゃくちゃ悪質な経済犯罪なんだが、この内部関係者ってやつ大丈夫か。嘘でも本当でも風雪のルフは有罪だからな。ちゃんと売れるものを作れや。 DEI とかどうでもええわ。テンセントになっても日本下げがーとか言ってる人、テンセントのゲームは日本でも人気のタイトル多いのすら知らなさそう。少なくともポリコレとは真逆のゲームばっかだしな。日本下げして中国人が儲けたとフラカスも被害者ってことか。テンセント参加になった後に3本まともな評価を受けるゲームを出したら買ってあげるよ。正直、テンセントが買収して UBI の IP ゲーム出してもゲーマーは買うかな。確かに UBI 社員やコンサルが日本軽視してるのは事実。テンセントが買収して日本軽視しない、日本部隊の朝繰り期待しています。ないと思うけど、今回の動画は以上です。高評価やコメントもよかったらよろしくお願いいたします。